はい、どうも、ヘルチです。今回もですね、ザ・コロニストの続きやっていきましょう。さあ、今回ね、シナリオ5。まあ、前回のこのシナリオ3より、より上級のコロニーを作って、もっといいモニュメントを作ろうと。で、とりあえず始めましょうか。前回戦闘系やったんでね、交互に進めていこうと思うんですけど、戦闘もね、面白かったんで、ちょっと2連続で行きたいところありましたね。まあ、ですけど、今回は内政会ですね。まあ、金とかが出てくるのかな。まあ、これはヒント見ようか。まずはまあいつも通りのことですね。3年からか、結構長いんだね。マップ見て、うわ広いね。船は必要ないと思うんですけど、列車があるんでそれを使う必要があるかもね。あれ、近くにね、見たことない資源がありますね。まずはね、広げていきましょう。とりあえず木からですかね。まあ石もね、あるので、まあ、それも取りながらかな。とりあえずまあこっちでいいか。木は2箇所からとりあえず取りましょう。まず1個目ですね。で、とりあえずここ広げたので畑ですね。魚はいるので広げていけばゲットできるかな。まずここですかね。フォートでまず様子を見て、そうだな、どうにか、あ、無理か。この辺一体使いますね。これまず畑はできたと。で、次はね、家の前に井戸ですね。で、家を2軒建てましょう。でまず見張り台ですね。まあ、木もそんなにないというか、もうないに等しいので、まずここでいいですね。これ進めましょうか。あと、まあ魚の方面にね、広げましょう。ちょ、畑でかいかな。今回は敵がいないんでね、ゆっくり内政しながら進めればいいですね。で、ここに石が767もあるので、しばらくは困んないかな。よし、ここで2個木が広がるので、その時に、木をもっと取れるようにね、2つ目、置いておきますか。プラス、まあ石も置いちゃってもいいのかな。まあ、横向きかな。全然ないですから、これまあ研究用になるのかな。で、家、3軒目ですね。来た。これで木が広がったので取れますね。まずこの1ページ目としては燃料のとこまで行かないといけないから、まあいつも通りの作業ですね、していきますけど、とりあえずはね、生産待ちかな。あんまり進めても無理なんでね。よし、これ木が2つの場所から取れるので進むかな。今回順番どうしようか。建設の順番をね、落ちたは優先した方がいいかな。さあ、ここで1回進めれますね。まあ、こっちに広げて魚確保。あ、ここにもいますね。まあ、両方広げちゃっていきましょう。1ですね、道。2面から広げよう。はいね、合流できますね。では、ここかな？
ここで魚はいけないか、一発だよね。とりあえずですね。さあ、石はまだかな。来た来た来た。これでまずはね、初手、ストレージに、魚と肉ですね。入れていけばいいかな。で、研究する準備はできたので、まあ、しちゃってもいいですかね。家を作りますね、その前に。で、こっち広げる準備ですね。魚までは行っておきたいな。いいね、いいね。で、こちらも、1回でいけますね。食料はこれで安定かな。道を拡張しておきましょう。で、木をね、作りましょうか。とりあえずこの辺の縁かなにやっていきますね。あ、この辺でもいいかな。ここまで来ないでしょ。ここ林業地区ですね。さあ、来た来た来た。広がるんでね。道を引きましょう。道を敷いていきますが、ここどっか合流しときたいな。これは一回広げてしまった方がいいんじゃないかな。また町ですかね。さあ、木がそんなに余らないと思うんで、まだね、研究できませんが、ちょっと石と木を集めておきましょう。まあ、ちょっとくらい石は余ると思うんでね、ここで使いますね。バッテリーはどうかな？エネルギー不足ですかね。4.3で4なら、まあ、今はギリギリですね。最初集めてますね。ちょっとこっち行っときたいですね。石を拡張して、まあ、研究用のね、石を取っておきたいと。で、来た来た来た。これ来ましたね。あー、なるほどね。それは、それはどういう感じなんだ？先に、こっち置いた方がいいですね。これこそなんか無理な気がするんだけど。どっかから行ける感じもしないですよね。この向き。この向きで1個はナンセンスだな。まずは一番やりやすい形で取ってみて。あ、でもこうなっちゃうかな。これなんか無理そうだよね。まずこれでちょっと作りますね。なんか取り方があるのかな。さあ、ではこっちですね。これは取らないとまず無理じゃない？よし。これいいかな。つなげた方がいいかな。これまず食料ですね。ここに家作ろう。この辺に家作ろう。
よし、来たね。で、ここからまた広がるので、木ですね。で、ある程度広がったので、研究するためにね、加工するものとやっていきましょう。サイズ的にこの辺からやろうかな。で、1個目のワークショップですね。さあ、木はどうかな。狭いかな。で、今回の目的であるモニュメントはこのビルドラージモニュメントですね。これはね、ゴールド、あとガラス、これかな？が必要なので、そこまで研究を進めながらですね、あとゴールドを探さないといけないと。今、初めてのレベルのものですね。あ、来た来た来た。で、大きい倉庫を作ってね。魚を真ん中に集めようかな。この交通の要衝ですね。ここに、魚を集めますね。魚と水ですね。で、今回ミリタリーの研究が特にいらないと思うんでね。そこは入れやすいかな。敵はいないですよね。いるのかな？ミリタリー系じゃないからいないと思うんですけど。なんか切れたりしないかな。無理か。この魚がどうしてもね、気になりますね。強化ってあるのかな？ないよね。あれば別なんですけどね。さあ、こっからね、石取りながら、石取ってからこっちに広がっていくかな。これ邪魔なんでね。よし。で、こうなれば石が余ると思うので、その石もまたここに集めよう。で、研究を始めましょうか。15。あと木も適当に入れとこうかな。ただ研究ですね。とりあえず、いつも通り、コンストラクション系から行きながら、やりましょう。で、家2軒作ってね、回していきますね。あと、道の拡張というか、拡大してね。つなげれるとこでつないで、ちょっとうまく先にやれるようにしておかないとね。これいかないな。よし、これで広がるでしょう。こっちも1個欲しいね。こんな感じかな。で、研究進んでますけどね。ちょっと一回、エネルギー集めようかな。で、まず探索をして、無限の資源が何か把握していきたいですね。今はね、ここに、これ鉄だよね。鉄は見えてるんですけど、その他の資源ですね。そのためには、見張り台をね、どんどん置いていくしかないかなと。これはすごい場所だな。真ん中に置かないといけないか。これがあるからね。
こっちの方にもね、木を復活させましょう。範囲としてはね、この辺かな。微妙ですけどね。で、次の研究と同時に、これ石か。プランクスも集めましょう。これまあ作った方がいいか。もう一個ワークショップ作っても問題ないですね。まあ、序盤は2つあってもいいかな。まあ、作っちゃいますね。でも待ってよ。これでもう、すぐ不要になるので、いらない説もあるんですけどね。さあ、結構広範囲にわたって広がりましたね。まあ、拡張も、準備できているんで、あと石も取ってですね、やっていこうと。で、研究するための石はとりあえず取れているので、ちょっとここが削れてきたら、どっか、ここでもいいかな。置いて、奥に広げていきたいなと。あ、ないですもんね、行く範囲。まあ、ここから木を切っていくこともできるし、こっちもこっちでいるのかな。鉄ここにありますけど、準備しましょうか。道貧弱かな。できたので、これですね。マイニング系と、もう一回空いてんな。コンストラクション1ですね。同時に研究始めましょう。広がったね。もうだいぶ木切ってますね。この子植えてますけど、微妙な位置かな。つなげましょう。で、つなげることによって、この範囲ですね。を拡張すると。そこは倉庫もありなんでやめとこうかな。さあ、2つ動いてますね。マイニングと、コンストラクション。建築系と鉱物ですね。やってますね。ちょっと待って、1回もうないかな。これが広がった後で把握しましょう。とりあえずこれができて、ここが広いね。普通に広いので、何パー当てるんだろう。あ、ここも鉄か。鉄がいりますかね、そんなにね。1、2。あ、これは粘土か。ここに無限があってね。あ、砂砂。また鉄の無限。魚はなしか。ここから木を切っていきますね。あと、まあ電気の消費量を見て、対応しましょう。ああ、全然ですね。フル稼働。まあ、後でアップグレードする前提で各地に置いていきますね。で、水も少し。あ、この辺はダメか。取って、研究は50%、60%ね。多分電気とかがないと思うんで、いかないんじゃないかな。電気はあるか。これは何？ああ、そっちね。プランクスね。これも同じかな。木が余ってるようにも見えないので、微妙なラインですね。増やすわけにもいかないかな。建築やめればいいか。待ちますね。今伐採する場所は3箇所なので、まあこっちにも増やしたりしようかな。てか範囲的に見えないか。この辺にもいるね。できたら、ちょっとここやだな。
もうちょっと奥に作りたいので、切れないか。あ、そこいいね、そこいいね、そこいいね。助かりますよ。ただ、ギリ範囲外っていうね。拡張の仕方変えるのもちょっと嫌だしな。こうかな。あ、よくないですね。道消えたかな。はい。ここにあるのは、鉄で、先は見えないね。ないっぽいな。それがどこなんだ？逆っぽいな。普通に先ないんですね。あ、この石の奥の方がいっぱいあるんですね。さて、今回ここまでにしましょうか。まず拡張ですね。第一段階。研究と同時にね、していきましたが、まずはね、どんどんエリアを広げて、金を取るための研究を進めるために、鉄を取って、その後また何かね、取る必要があるか。で、こういうちょっと限られた資源は、一回ちょっと置いておいて、最後に取った方が、まあ必要な時に取った方が、枯渇しないで済むので、様子を見てね、やっていきましょう。